方がないです。ただし甘いボールを打ち損じる、今日今なんかかなり打ち損じてるんですね。それはバッターは非常にストレス、反省が残ります。そうですか。この打席もやはりそういったことを考えながらと感じているかもしれません。次は7球目、スタートを切っています。さあこれは三塁を落とし入れました。坂本が三塁を一気に落とし入れました。これは今原さんかなり早いスタートを切りましたね。もう完全に何て言うんでしょう、測っていたというかね。はい、坂本が今日は打ってよし、守ってよし、走ってよしと、ここまでは完璧なスタートを切ってますね。余裕を持って、ここは長野は何とかしなきゃいけませんね。ですね。3投を決めました。